ダー11なんですが、ちょっとだけまだ足りないかな。足りないですね。あっ、先生ですね。というわけで、チャプター11ですね。15までかな。ヘルヘルム一人で。Off to the land of Dracoon, are we? It is a nation ruled by the brilliant Lord Phallus, known to all as the Philosopher King. His genius ushered in an age of great invention and great wealth among his people. But he also brought the Order of the Ouroboros, the mighty and cruel noblemen of Dracoon. You will know them on sight.Towering as they do over average men, with serpent's eyes and skin pale as the dead. Rumor has it, Lord Phallus brought them back from some distant land. But even Dracoon's vaunted scholars debate their origins to this very day. One thing is certain, though.The Ouroboros are vicious killers. They rule Dracoon through fear, with Lord Phallus's tacit approval. Any visitors to Dracoon best beware, lest they be outclassed. Ouroboros.喋るってまた新たな兵団の噂が、おばあさま、語り部のおばあさまから提供されましたね。どうだ、また。あ、まあ、普通に、兵団との戦いに戻るですね。硬い、硬い。どのタイミングで会いたいか。ただ、プロジェクトを壊して仕事はできるんだけど。もう矢が、矢が、矢が大変。よし、行くぞ。逃げますか。地雷みたいのがあるんですかね。黄色いマスコテみたいのが。違う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 。あ、こっち倒した。これだ。もう。この丸コテみたいなやつが爆発するのかな。
ぽいなって。嫌が。オッケー、入った。入ったからもうとっとと行こう。いらない、強い。え、なに？この赤いの。すごい動きが速い。あ、爆弾投げてる。やめて。爆弾投げてる。あー待って、これ厄介。よいしょ。持ってこれで一気にいく。よいしょ、あれ。あ、待て待て。なんか丸いの避けるよね。サイドステップしてる気がする。あーすーごい黄色い丸にダメージがでかい。インパーインパーク。何回か当ててるけどな。インパーク。インパーク。あっ、えい。ジェノサイドバーグもいらない。よし、行こう。先に進もう。また投げてくるやつだ。これ止めてこい。あーマジこの黄色いの。あぶね。あぶね。
当たるのかな、危ない。硬い。ゾンビが2体しかいない。痛い。ちょっと。誰か止めてあれ。ちょっと嫌のやつを先に。これ誰か止めて。止めて。よし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 。いいよ。痛い。あれ？たんじゃない、まだあるのか、あるのか、違う、コンコースじゃない、いっぱいありすぎ、あめっちゃ吹き飛ぶ、オッケー、あー硬い。裏から回ればいいのか。こっちは砲弾が飛んでこない。あー硬い。でも1匹しかない。おい、まずい。つぼないつぼ。縦復活すんの？まずで。っていうか他の細かいゾンビがこの爆弾のところにしかいないな。あーダメだ。ダメだ。勝てこんな砲弾の中で戦いたくないんですけど。でも敵が、怖い敵がこちらしかいない。来てここまで。おいー、ダブレイ。ダメか。まずい。ああ。砲台が厳しいですね。どこまで行くの？痛い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 。弓か。まずは周りにいる弓から倒さないと。ちょっと。これか、これ踏んだろうか。
そう。おおほほん数いれば大丈夫でしょう。手持ちが買ってそして肩パンツすごい威力違う力じゃないのあこっちも壊したのかなるほどなるほどあああいとんお手持ち全然あと何がいいんだよなあどうしたそしてここら辺からゾンビ一発気味になるんですよねお手持ち近いいやいいどういやおっとブラ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 手持ちしかいないの手持ち…手持ちがいないと辛いんですけど、うん、どうかあー、硬い。唯一青いのが枠地。こいつとか、スポットがっぽいっすね。ここで、準備を増やしつつ、回復しつつ、そうですね、ここが兵隊さんの湧いてくるのがすごいですねパワースポットですねよしいたいで、こい違う。止めてきて、あれを止めてきて。そう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 、それそれそれ。オッケー。はは、やっと開いた。よし、いきますよ。あとは無視。もう回避したので無視痛いできなかったあでも回復そうか突破すれば回復できたんですねってことはまだ続くってことですねあーまだまだこの辺に行けないといけないパターンはいThank you.
対比法があるのか。対比法を止めらんない。はい。奪え。行けゾンビ大砲。奪え。あれ。ゾンビ剣？違う。武器が。違う。この後ろに。ダメだ。ゾンビたちの聞こえようが足りなくて。行きたいところに大砲を向けてくれない。へい。間をずっと打ってくれるの？誰が奪ってるのかよくわかんないな。いた。向こうは敵が持ってるってことか。奪いに。奪いに来たよ。君か、操作するのは。ダメか。そうか。うわあ。向こう側からバンバン撃ってくるんですけど。痛い。ダメだ。建物も復活するし。どうやって、あ、復活するか。ここからか。おお、登れるんか。普通に登れた。ゾンビで台を作ったりとか必要なのかと思ったら、普通に駆け登れたよ。なんとか。痛い。
裁縫がこっち向いてる。こちら操作してんの。あれ待って逃げ枠してない？どうやったら修復ですか？してないのかな？さあまだ右あー来た。ほほう最高で破れてるんですね。最高あれを使え、あれを作れ。違う。よかった、伝わってない。エラーの連続。おっと、そういう使い方。ボス戦はなかったんですけど、こう罠とか敵の硬さがすごいですね。ちょっと体力よりも武器の強化をアンデッド軍団長の称号を得ました。ゾンビ潰し。